大田藩六、大田藩六、9月26日から1960年10月24日は、大正、昭和期の実業家、政治家、東京ガス社長、貴族院直線議員、千葉県泉郡大田城下で、大田助長の公営、旧大田木藩士、大田光忠の次男として生まれる。1894年東京専門学校政治家を卒業して、 大倉省に入省し大倉族として主税局に配属された。1899年に退官し、1900年北海道大港鉄道に入社し、東京本社販売主任、室蘭出張所長などを歴任。1912年に退職し海運業を営む。1917年経営難の北海道ガスからの要請で入社して業績を回復させた。 1919年内外防石、帝国火薬工業、東京海運を創立した。その後、東京ガスに入り、取締役、常務、副社長を経て、1945年社長に就任した。その他、北海道ガス社長、日本パルプ製造取締役会長、大田号名会社代表社員、日本ガス工業会理事長などを務めた。 1946年9月4日、貴族院直選議員に任じられ、研究会に属して活動し1947年5月2日の貴族院廃止まで在任した。その後、公職追放となり、1950年に解除された。ありがとうございます。